こんにちは。マヤのお料理教室を開催しています。近藤マヤと申します。よろしくお願いします。今日はフロランタンを作っていきます。ボトムのクッキー生地に塩気が効いていて、上のキャラメルの甘さが際立つのが特徴です。まず最初に粉をふるいます。今回粉は小麦粉だけです。ボウルにバターを入れます。バターはマヨネーズぐらい柔らかくなるまで練ります。もしバターが硬い場合は10秒単位で電子レンジで温めてください。バターが柔らかくなったら砂糖と塩を入れます。この時に砂糖や塩のダマがないように練りながら混ぜてください。これが混ざったら先ほどふるっておいた小麦粉を入れます。小麦粉を入れたら切るように混ぜてください。生地がある程度混ざったらラップの上に出します。ラップの上に出したらこの後型を取っていくので自分の好きな厚さに伸ばしていきます。先ほど伸ばした生地を丸にかたどっていきます。このように丸くかたどった生地をアルミカップの底にはめます。こんな感じで型を抜き終わりました。これを180度に予熱したオーブンで12分から15分ほど焼きます。焼いてる間にキャラメルの部分を作ります。まずフライパンにバターを入れます。生クリーム、から蜂蜜、お砂糖、全部入れたら沸騰するまで火にかけます。砂糖は焦げやすいので念入りに混ぜながら火にかけます。このように真ん中の方まで沸騰してきたら火から下ろします。火から下ろしたらアーモンドスライスとドライクランベリーを入れます。全体に行き渡るようによく混ぜます。ボトム生地が焼けたので取り出します。先ほど作ったこちらのキャラメルの部分をスプーンなどを使って各生地にのせていきます。その時にアーモンドが平らになるようにのせてください。入れ終わりました。180度のオーブンで20分から25分ぐらい焼いてしっかりと焼き目をつけていきます。それではフロランタンが焼けたので取り出します。こんな感じで焼けました。これはまだ熱くて触ると火傷しちゃうので粗熱を取ってからアルミを外していきたいと思います。フロランタンの粗熱が取れたのでアルミカップを剥がしていきます。こんな感じに簡単に剥がれます。これで完成です。マヤのお料理教室はオンラインにてお料理教室を開催しています。また私のインスタグラムで普段作っているお料理やお菓子をたくさん載せているので詳しくは概要欄からチェックしてみてください。